ヘンリー・パッセイは、チューダー朝、第2代のイングランド王から1547年1月28日、アイルランド教、後アイルランド王。イングランド王ヘンリー・七世の次男。100年戦争以来の慣例に従い、フランス王位の要求も継続した。6度の結婚に加えて、ローマ・カトリック教会からのイングランド国教会の分離によって知られる。ローマと対立し、 修道院を解散し、自ら国教会の主張となった。だがローマによる波紋の後もカトリックの教義への信仰は失わなかった。また、ウェールズ法諸法によってイングランド及びウェールズの統合を指導した。1513年には神聖ローマ皇帝、マクシミリアン1世と連合して、1544年には神聖ローマ皇帝兼スペインオーカール五世と連合して、 フランスを攻めるが、どちらも、ハプスブルク家からの援助は、最小限であり、膨大な戦費に耐えられず失敗に終わった。絶頂期においては、魅力的で教養があり老練な王だと、同時代人から見られ、ブリテンの王位についた人物の中で最も、カリスマ性のあった統治者であると描かれている。権力を振るいながら、文筆家及び作曲家としても活動した。 バラ戦争の後の危うい平和の下で、女性君主に中ー朝ーをまとめることは無理だと考え、男子の四次を渇望した。そのため六度結婚し、イングランドにおける宗教改革を招いた。次第に肥満して、健康を害し、1547年に放御した。晩年には公職、利己的、無慈悲かつ、不安定な王であったとされている。後継者は、 息子のエドワード6世であった。婚約者、キャサリン・オブ・アラゴンだと思われる王女の肖像が、おそらく1502年、ミケルシ島がロンドン郊外のグリニッチにあった、プラセンティア宮殿で、ヘンリー7世とエリザベス王妃の次男として誕生した。兄弟姉妹には、兄ア,アーサー、姉マーガレット、妹メアリーがいる。1493年に、まだ幼少期にあったヘンリーは、ドーバー城の城主。 ご校長官に任命された。翌1494年には、ヨーク校を受釈し、さらに、イングランド門商院総裁及び、アイルランド総督を拝命した。ヘンリーは、一流の教育を受け、ラテン語及び、フランス語は堪能で、イタリア語も多少は話した。大いに上がる予定ではなかったため、幼少期の詳細は知られていない。1501年に、 カスティーリャ城イサベル一世とアラゴン王フェルナンド二世のバッシュキャサリン・オブ・アラゴンと結婚していた兄ア,アーサーが今月の20周後に休止し、ヘンリーはコーンウォール公および王太子となった。兄の妻と結婚することは教会法上禁止されていたが、イングランドとスペインの関係を保つため、ローマ教皇からの許可を得た後で、ヘンリーはキャサリンと婚約させられた。 兄の隠れ子の時点でヘンリーはまだ10歳であり、結婚は先送りされた。その後、キャサリンの母イサベル一世が没しスペインでの多い継承問題も絡んで事態は複雑化したが、キャサリンはスペインの大使としてイングランドに留まった。ヘンリーは14歳になり結婚できる年齢となったが、結婚に抵抗した。即位直後、 18歳のヘンリー・パッセイ夫王ヘンリー・7世の法御によって1509年にヘンリー・パッセイとして即位した。その2ヶ月後にキャサリン・オブ・アラゴンとの結婚式を挙げた。当初は政治には関心を示さず、父の時代からの重臣であったウィンチェスター主教リチャード・フォックスを徴用していた。翌1510年に同様に父に仕えた重臣リチャード・エンプソンと、 エドマンド・ダドリーを逮捕した。二人は反逆罪で処刑され、障害となる人物をこのように処理するのがその後のヘンリーの習慣となった。五百十一年頃からヘンリーの全伏の信頼を受けたのがトマス・ウルジーであった。ウルジーはヘンリーの幼少期の監督係も務めていたが、教会内ではヨーク大司教を経て数期教に上り、また大法官の職について、 牽制を振るった。1521年5月、バッキンガム公を反逆罪で処刑した。ヘンリー・パス生は、ルターの宗教改革を批判する、7秘籍の用語を表した校で、1521年10月に、教皇レオ10世から、信仰の用語者の称号を授かるほどの熱心なカトリック信者であった。ちなみに、信仰の用語者の称号は、 国教会の成立後もヘンリー・パッセイとその後継者に代々用いられ、現在のイギリス女王エリザベス2世の称号の一つにもなっている。キャサリンは死産の後、王子を産んだが溶接し、流産の後、1516年にようやくメアリー王女を出産した。王女の誕生により、ヘンリーとキャサリンの関係は多少を持ち直したが、良好とは言えなかった。 ヘンリーは多くの愛人を持ち、エリザベス・ブラントによって、書出の息子ヘンリー・フィッツロイを設けた。ヘンリー・フィッツロイは、ヘンリーに認知された唯一の書子であり、初代リッチモンド校及びサマセット校となり、後に結婚したが子をなさないまま死んだ。その他にもヘンリーは、死生児を設けたと噂されるが、認知されなかったために確証はない。 1520年の禁断の陣におけるフランソア1世とヘンリー・ヘンリー8世が即位したとき、フランスはハプスブルク家と組んだカンブレ同盟戦争でベネツィア共和国に対し優勢であった。ヘンリーはフランスのルイ12世と友好関係を結ぶ一方でアラゴン王フェルナンド2世と対フランスの条約を結んだ。1511年に 教皇ユリウス二世が神聖ローマ皇帝マクシメリアン一世らと神聖同盟を結成するとヘンリーはこれに加わり、カンブレ同盟戦争ではスペインと連合してフランスのアキテーヌを攻めたが失敗に終わった。1513年にはヘンリー自ら軍を率いてフランスに攻め入ったが、フランスと同盟を結んでいたスコットランド王ジェームズ四世がイングランドに攻め込んだ。だが、 王妃キャサリンの指導するイングランド軍にフロドゥンの戦いで敗れ、ヘンリーの姉マーガレットの夫であるジェームズ4世は戦死した。教皇はフランスに優雅的なレオ10世に代わり、イングランドの財政は急乏していたため、ヘンリーはルイ12世と講和を結び、妹のメアリーとの結婚を整えた。メアリーが嫁いで、数ヶ月後にルイ12世は亡くなり、 メアリーはヘンリーの親友で長身のチャールズ・ブランドンと再婚した。ヘンリーパスセイとカール五世と教皇レオ十0世、1520年神聖ローマ帝国君主とスペイン君主の二人の祖父の宝御によって義理の王位にあたるカール五世が両国の玉座に上り、またルイ十二世の宝御によってフランス王は一世がフランス王位に上った。 トマス・ウルジーは、オスマン帝国の脅威に対して、西ヨーロッパの諸国を団結させようと慎重に、外交を進めた。フランスとイングランドの同盟が成立して、ロンドン条約が結ばれ、1520年にヘンリーとフランスは大陸にある、イングランド領のカレー金庫で会見し、豪華な共演、音楽会、騎馬試合が催された。長いイングランドとフランスの平和は長続きせず、 1521年にカール五世がフランスと戦った時には、ヘンリーは当初仲介しようとしたが、後にはカール五世を助けて参戦し、北フランスを攻めて、領土回復を図った。だが得るものは少なく、1525年にフランスと、再び講和を結んで戦争から離脱した。ヘンリーの最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴンヘンリーは、王妃キャサリン・オブ・アラゴンの次女メアリー・ブーリンと関係を、 持っていた。メアリー・ブーリンの二人の子は、ヘンリーの子である、可能性があるが、ヘンリー・フィッツロイのように認知はされなかった。始まってまだ日の浅いチューダー長には正当性に、対する疑義があり、多い継承権を主張するかもしれない、ライバルの貴族が多数存在したため、ヘンリーは強力な男の四次を欲した。また、当時のイングランドでは、諸子の権利が大幅に制限され、 大いにつくことは難しかった。四次となる着室の王子が生まれないために、ヘンリーは王妃キャサリンに愛想をつかし、その次女でメアリー・ブーリンの姉妹のアン・ブーリンを求めるようになった。だがアンは、メアリーと違って愛人となることを拒否し、正式な結婚を求めた。ヘンリーには三つの選択肢があった。一つ目は認知していた諸子ヘンリー・フィッツロイを着室師とすることであったが、 強皇の承認を必要とし、また相続の正当性への疑義を招く可能性があった。二つ目は、メアリー王女を結婚させて男子を得ることであったが、メアリーは小柄で成長が遅れ、ヘンリーが生きている間に子を設けることは難しいように見えた。三つ目の選択肢は、キャサリンと離婚し、新たな妻と結婚することであった。第三の選択肢が最も魅力的に見え、 ヘンリーは離婚を画策するようになった。ヘンリーの兄アーサーと短い期間ながら結婚していたキャサリンと結婚することは教会法の協議に反していたため、ヘンリーの結婚に際しては教皇が特別な社名を与えていた。これを覆して婚姻の無効を訴えたヘンリーは教皇クレメンス7世と対立し、イングランド国教会を分離成立させてイングランドにおける 宗教改革を始めることになった。1531年のヘンリー・スペイン王国及び、神聖ローマ帝国の支配者、カール5世のおばであるキャサリンとの離婚は容易ではなく、交渉に失敗した、大法官、トマス・ウルジーは1529年に罷免された。トマス・ウルジーのロンドンの邸宅とカントリーハウスは、ヘンリー・パスセイによって没収され、それぞれホワイトホール宮殿。 ハンプトンコート宮殿となった。側近であるトマス・クロームウェルの補佐を受け、1533年には上国禁止法を発布し、イングランドは帝国であると宣言した。1534年には国王史上法を発布し、自らをイングランド国教会の長とするとともに、カトリック教会から離脱した。1535年、トマス・ウルジーの後大法官となっていたトマス・モアは、 改革に反対したために処刑された。そして1538年、ヘンリーは教皇パウルス賛成により破門された。キャサリン・オブ・アラゴンは宮廷から追放され、その部屋はアンブーリンに与えられた。ヘンリーの2番目の王妃アンブーリン、1534年に描かれた肖像画の模写1533年に、アンブーリンはヘンリーと結婚し、その年に、 エリザベス王女を設けた。キャサリン・オブ・アラゴンは、以前に、ヘンリーの兄アーサーと結婚していたため、ヘンリーの意を受けた、カンタベリー大司教、トマス・クランマーによって、ヘンリーとの結婚は無効であるとされた。キャサリンは皇太子の未亡人の地位に落とされ、宮廷から追放された。エリザベス王女が、ヘンリーの四次ぎとされ、キャサリンの娘である、メアリー王女は、諸子の身分となり、 王位継承順でエリザベスの字に下げられ、エリザベスの次女とされた。その後の案は、流産や創造妊娠を経るも、男子の誕生を求めるヘンリーの期待に応えることができず、その強い性格と優れた知性で政治に介入し、多くの敵を作った。ヘンリー、1537年1536年、元王妃キャサリン・オブ・アラゴンが病死し、 アンブーリンは再び妊娠した。ヘンリーが男子誕生を強く望んでいたため、男子を産まなかった場合に自分の立場が著しく不利になることをアンブーリンはよく知っていた。だが、馬上やり試合でヘンリーが落馬し、一時意識を失い死の可能性もあったという知らせを聞いたアンは衝撃を受けて流産した。政治に介入し続けるアンを呼び、ブーリン家は 多くの敵を作っており、アンの王子の農法区公までも、アンの態度を心よく思わず、王の長身トマス・クロムウェルの影響の下で、アンの政敵は力を増した。メアリー王女は成長して支持者たちは増え、かつての王妃キャサリンの支持者たちもそこに加わった。二度目の離婚は、今や、現実の可能性となった。アンが、再び流産した直後に、その没落は始まった。 アンの実刑ジョージ・ブーリンを含む5人の男が、王妃との貫通罪で逮捕され、アンもまた貫通罪、禁止相関罪、魔術を用いた罪で逮捕され、処刑された。その裁判の正当性は当時でも疑問とされ、冤罪であると信じられている。1536年のアン・ブーリンの処刑の翌日、ヘンリーはその次女であったジェーン・シーマーと婚約し、10日後に結婚した。 1537年にジェーンはエドワード王子を産んだが、ジェーンは三熟死した。ヘンリーは悲還に暮れたが立ち直り、トマス・クロムウェルに次の王妃を探させた。ヘンリーはウェールズをイングランドに統合し、エドワード王子を四つぎとする一方、メアリー王女及びエリザベス王女を諸子の身分に落として多い継承権を奪った。1539年に、 カール5世とフランスは1世が同盟を結び、パラノイアとなったヘンリーは神聖ローマ帝国とフランスの連合による侵略を恐れるようになった。ヘンリーは中道院から没収した財産を使って沿岸部の防備を固め、ヨーロッパ大陸に同盟者を求め、新たな王妃をヨーロッパ大陸に探すようになった。4番目の王妃を描いたアン・オブ・クレーブズの肖像。 ハンス・ホルバインが1539年、トマス・クロームウェルはカール・ゴセイに対抗する有力な同盟相手となり得るユーリヒクレイ・フェベルク公・ビルヘルム・ゴセイの姉、アン・オブ・クレイブズを王妃としてヘンリーに推薦した。宮廷画家のハンス・ホルバインが送られて、アンの肖像画が描かれ、これを見たヘンリーは、アンと結婚した。ハンス・ホルバインがアン・オブ・クレーブズを美化しすぎて描いたのではないかという、 推測もあるが、ハンス・ホルバインはその後も、宮廷で重んじられたため、肖像画は正確であった可能性が高い。だが結婚後すぐにヘンリーは、離婚を求め、アンは、離婚に強く抵抗せず、結婚には、とこ入りが伴わなかったことを認めた。アンが以前に、別の男と婚約していたことを理由にして、結婚は無効とされたが、アンは、王の妹としての地位を得て、 二軒の家と十分な年金を約束されて平和裏に王の元を去った。ヘンリーはすでにノーフォーク公の命でアンブーリンの十枚かつ次女であったキャサリン・ハワードに心を移していた。何人かの宗教改革家は処刑され、クロムウェルは王の寵愛を失い、宮廷では命を通じて権力を得たノーフォーク公などの性的に囲まれるようになった。年。 クロムウェルは退虐罪などで逮捕され処刑された。5番目の王妃を描いたキャサリン・ハワードの少々像がハンス・ホルワインが1540年にヘンリーはキャサリン・ハワードと結婚した。ヘンリーは若い王妃に夢中になり処刑したトマス・クロムウェルの土地とおびただしい宝石をキャサリンに与えた。だがキャサリンは以前に婚約し性的関係を持っていたフランシス・デレハムを秘書として 雇った。王の不在中にキャサリンは貫通罪と反逆罪で告発され裁判にかけられた。トマス・クランマーが取り調べにあたり証拠を集めて王に提示した。当初、ヘンリーは王妃の貫通を信じなかったが、デレハムは自白した。キャサリンがデレハムとのかつての婚約を認めていれば、ヘンリーとの結婚が無効になるだけで済んでいたはずであるが、キャサリンは 王との結婚後にデレハムに貫通を強制されたと証言した。一方、デレハムはキャサリンがトマス・カルペパーと貫通を犯していたと証言した。デレハム、カルペパー、キャサリン、手引きをした次女のジェイエン・ブーリンは1542年及び1543年に処刑された。1542年にイングランドのすべての修道院は解散され、財産の没収は完了した。 キャサリン・オブ・アラゴンとアンブーリンが共に亡くなったため、ヘンリーとカール5世の関係は改善し、ヘンリーはフランスへの出兵を考えるようになった。ながその前に、カトリック勢力が強く、フランスと古い同盟を結ぶスコットランドの脅威を除くため、結婚による同訓連合を考え、老いにあたるスコットランド王ジェームズ5世の娘で、四次のメアリー王女と、 自らの息子のエドワード王子とを結婚させようとした。戦争を伴った、この一連の行動は、乱暴な求愛と呼ばれた。1542年、スコットランドはソルウェイ出現の戦いで敗れ、直後にジェームズ5世は休止し、スコットランドはグリニッチ条約をイングランドと結んで結婚に合意した。1544年にカール五世とヘンリーは連合して、 フランスに攻め込んだ。モントルイユとブローネ・シュルメールを同時に攻め、ヘンリーは後者の包囲戦の指揮を取り陥落させた。だが、カール・五世の求めに反して、パリには進軍しなかった。カール・五世の軍は勝利を収められず、カール・五世は一方的にフランスと講和した。ヘンリーはフランスで孤立したが、英仏両国とも戦費に急防して講和した。 ブローニは後に保証金と引き換えにフランスに返却された。スコットランドがクリニッチ条約を破棄したため、1544年にヘンリーはスコットランドに攻め込みエディンバラを焼き討ちした。6番目の王妃キャサリンパー1543年にヘンリーは冬な未亡人キャサリンパーと6度目にして最後の結婚をした。キャサリンは 教養の深いプロテスタントであり、エドワード王子の教育を任された。また、ベアリー王女及びエリザベス王女を諸子の身分から王女の身分に戻し、エドワード王子の飼いながら、王位継承権を復活させた。1542年のヘンリー晩年、ヘンリーは著しく肥満し、馬上や理事愛で負った古傷の後遺症にも苦しみ、健康は悪化する一方であった。 1547年に、ヘンリーは、ホワイトホール宮殿で放御した。遺体は、ウィンザー城の正常事例配道に埋葬された。9歳の王子エドワードが王位を継ぎ、エドワード6世となった。ヘンリーの放御後、子女3人が王位についたが、いずれもこうなさなかったため、やがて、チューダー朝は断絶し、スコットランドに嫁いだ姉マーガレットの彦、スチュアート朝のジェームズ6世。 一世による、スコットランドとイングランドの同訓連合が現存する。情熱的なギャンブラーであり、馬上やレジアイや狩猟などスポーツにも優れていた。一方でヘンリーは、キリスト教にも関心があった。クライストチャーチ、ハンプトンコート宮殿、ホワイトホール宮殿、トリニティカレッジなど、現存する多くの著名な建物の建築や改修にも、関わった。 ヘンリーはイングランド王室史上最高のインテリーであるとされ、ラテン語、スペイン語、フランス語を理解した。多くの本に注釈をつけ、自らも著作を行った。教会改革の支持を集めるために、パンフレットや講義や演劇を用意させた。6フィート、約182センチメートル以上の身長と広い、肩幅を備え、スポーツに秀でていた。 馬上や理事会や狩猟を模しては、荘厳な鎧をまとって、外国大使や領主たちの前に姿を現し、強い印象を与えようとした。だが、馬上や理事会で怪我をしてからは著しく肥満したため、帝臣たちもこれを真似て太って見える服装をし始めた。晩年には、褐色により、著しく健康を害した。チューダー朝の君主は、強い権力を有し、外交。 戦布告、貨幣の鋳造恩赦、そして議会の召集と解散の権限があった。しかしローマカトリック教会からの離脱の際に明らかになったように法律上及び財政上の制約を受けており、貴族やジェントリからなる議会と協力して統治を行わざるを得なかった。ヘンリー・パッセイは官職任命権を用いて数密院のような公的な組織と 私的な腹心からなる宮廷を運営した。宮廷人の生水は激しく、二人の妻に加えて、多くの貴族、役人、友人、聖職者らがヘンリーによって処刑された。トマス・ウルジー・数ーキ教、1526年1514年から1529年まで、内政と外交を取り仕切ったのは、数奇教であり、大法官であったトマス・ウルジーであった。 ウルジーは、豪奢な館を構えて、王の代理として振る舞い、中央集権化を進め、性質調を強化して、刑事裁判を改革した。だが、王妃キャサリン・オブ・アラゴンとの離婚交渉に失敗した、ため王は、ウルジーに失望し、長年の写死で国庫は、空となっていた。ウルジーは逮捕され、病死した。トマス・クロムウェル、1532年あるいは1533年、その後、 ウルジーに代わって政府を司ったのはトマス・クロムウェルであった。大陸から戻って法律の専門家としてウルジーの部下となり、その没落後に台頭した。クロムウェルは対話と合意によって行政改革を進めた。多くの役職について政府の機能を王室から公的な部局に移したが、改革にはヘンリーの指示を必要としたため、一様な意向とはならなかった。 修道院の財産を没収して王室に移し、多くの政治機能を小規模で、効率的な数密院に移し、王の財政と国家の財政を分離した。だが、アン・オブ・クレーブズとの結婚への関与がその立場を弱め、次の王妃キャサリン・ハワードの王子で政敵のノー・ホーク公の前に破れ、1540年に処刑された。その他、ヘンリー・パセイは、郵政長官のポストを新設し、 ロイヤルメールの起源となった。1544-1547年にヘンリーによって鋳造されたクラウン金貨。理面は4分割されたイングランドとフランスの紋章ヘンリーパスセイの知性の財政はほぼ破綻状態であった。不王から相続した豊かな富は宮廷での社主と豪奢な建築に費やされた。チューダー朝の君主は 政府の支出をお個人の収入でまかなわなければならず、議会によって承認されなければならない、王質料からの税金に頼っていた。知性を通じて収入はほぼ一定であったが、インフレーションと大陸での戦費のために支出に対し、不足した。不王と違い、しばしば議会に戦費の支出を依頼しなければならなかった。一方、修道院の解散とその財産の没収により、 新たな収入を得た。トマス・ウルジーは銀本位制から金本位制に移行し、貨幣の質を下げ、トマス・クロームウェルは貨幣の質をさらに大きく下げた。名目上の利益は大きかったが、経済は打撃を受け、激しいインフレーションを招いた。ヘンリーのイタリア製の鎧、1544年、メトロポリタン美術館、ヘンリー・パッセイは、イングランドを、 カトリックの国から聖公会の国に変貌させた宗教改革の開始者であると一般には考えられている。1527年までヘンリーは敬虔なカトリック信者であったが王妃キャサリン・オブ・アラゴンとの婚姻の向こうを教に願うも王妃の甥いの神聖ローマ皇帝カール五世の影響力もあってこれを果たさずついには教皇権からの独立に向かったと考えられている。 1532年から1537年にかけ、ヘンリーはイングランド国王と教皇の関係の変革とイングランド国教会の創設に関わる数々の法令を発布した。イングランド国内の法治を教皇から独立させた上訴禁止法、国王をイングランド国教会の唯一最高の主張とした国王史上法などである。ヘンリーはトマス・クランマーを イングランド国教会最高の地位としたカンタベリー大主教につけ、クランマーはこれらの改革を指示した。一方で大法官であったトマス・モアや、ロチスターの主教にして、司祭数期教であったジョン・フィッシャーは反対したために処刑された。トマス・クロムウェルによって、当初は軍事費調達の名目で、修道院解散令が発令され、800以上の修道院が解散させられ、 その財産は王室に没収された。イングランドの土地の5分の1が王室に移動したと言われている。没収された不動産は後に市民に売却されて土地の流動化につながった。その後も1535年の宗教家賃圧法などのカトリック信者を抑制し、教皇の権力を削ぐ法令が幾度も発令され、カトリック信者たちはヘンリーの娘メアリー一世の世まで、 静かに身を潜めた。ヘンリーの時代に作られた三連装フランキ砲、ドーバーで乗船するヘンリー、1520年スコットランドとの国境に、近いベリックアポンツイード及びカーライル、そして大陸にあるイングランドの領地カレーに置かれた守備隊を除けば、イングランドの常備兵はわずか数百しかいなかった。1513年に、 フランスに攻め入った時の3000の兵は、カマ兵と旧兵であり、他国は、銃兵やパイク兵に移行しようとしていた。だが、ヘンリーの兵の鎧や武器は新品であり、大砲や工場砲も備えていた。1544年の侵略の時も同様であった。ヘンリーは、王立海軍の創始者の一人であるとされ、特に軍艦に大砲の搭載を始めたことで知られる。 個人的に軍艦の設計に関わり、母校とドックを持つ常設海軍を創設した。ヘンリーの時代に、海軍の戦術は節減しての異常戦闘から、砲撃戦闘へと進化した。軍艦は50隻に増加し、後にアドミラル機となる部局を創設して、海軍の維持と監督を行わせた。ローマカトリックからの離脱により、 フランスや神聖ローマ帝国のカトリック勢からの侵略の脅威に直面したため、修道院から没収した財産を当てて、イングランド東岸と南岸に防御のための取り出を築いた。1450年当時のアイルランドの分裂状態ヘンリーの地位性まで、アイルランド島は教皇の名目上の創始権の下にあり、アイルランド教を名乗るイングランド王に与えられた治行であるとみなされていた。 アイルランドの大部分の統治は、在地の貴族に任され、ペストやバラ戦争の影響もあって、アイルランドにおける、イングランドの勢力は小さくなっていた。アイルランド貴族たちは戦争を繰り返し、外国の部隊をアイルランドに呼び寄せ、イングランド王を戦勝するヨーク朝の末裔を担ぐ、動きも見られ、ヘンリーは支配に苦しんだ。ローマカトリックからのイングランド国教会の分離を機に、 ヘンリーはアイルランドが教皇から独立した王国であると宣言し、アイルランド議会によってアイルランド王に衰退された。アイルランド貴族は土地を一旦ヘンリーに献上した後に改めて治療として与えられることになった。この後、イングランドは武力をもって反乱を鎮圧し、直接支配と入植を進めた。キャサリン・オブ・アラゴン、1509年結婚。 1533年、離婚アンブーリン。1533年結婚。1536年、離婚 JNC モア。1536年結婚。1537年、死去アンオブ・クレイブズ。1540年結婚。同年離婚キャサリン・ハワード。1540年結婚。1542年、離婚キャサリン・パー。1543年結婚。 1547年夫と死別3人の子が連続して王位についたが、いずれも子をなさなかったためチューダー朝は断絶し、以降の王にはヘンリー・パスセイの血は流れていない。最初の妻キャサリン・オブ・アラゴンとの間には娘一人だけが生育した。二番目の妻アンブーリンとの間には娘一人だけが生育した。三番目の妻ジェーン・シーも後の間には息子一人を。 設けた。このほか、被着室師一人を認知している。その他、認知はしなかったが被着室師だと疑われる子が数名、いる。ありがとうございます。